はい、皆さんこんにちは、タイプ D です。ということで今回はちょっと今までと趣向を変えた動画を撮ってみたいと思います。今回紹介する商品はじゃん、こちら任天堂スイッチオンラインで大事なサービス、任天堂スイッチオンラインっていうのはどうでもいいんです。うっすらと見えてますよね。ではこれが何なのかっていうのを早速開けていきましょうか。はい、ということで今回はゼルダが伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムのマスターソード型の USB が入った初回数量限定生産版を買いました。やはや、まさか買うとは思っていなかった。いや、どういうことかっていうとね、僕最初買うかどうか迷ってたんですよ。というのも、これすごく高いんですよね。ただ、確か19,900円くらいしたんですよ。で、通常はもう13,000円くらいするんですよね。めちゃくちゃ高いと。ブレワイのサウンドトラックがどのくらいかっていうのを調べたんですけど、だいたい5,000〜6,000円くらいで買えたらしいんで、そう考えると、ゼルダです。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムのこのサウンドトラックの値段の高さは正直異常だと思います。果たしてそれだけの値段の価値があるのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、まあ、今回はそんなところで見てみましょう。初回終了限定生産版、ゼルダです。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムオリジナルサウンドトラック。まあ、今回が初めてのゼルダですグッズの紹介動画ですね。実はこの後も、ゼルダですのグッズいくつか買ってるんで、この後もいくつかそういう動画をお届けできたらなっていうふうに思っております。で、裏には、ディスク1、ディスク2、ディスク3、ディスク4、ディスク5、ディスク6、ディスク7、ディスク8、ディスク9っていうふうに入ってる曲名が書いてありますね。これちょっとパソコンで認識するかな？認識してほしいけど。そしてこちらには、なんかこんな感じになってると。多分これが通常版かな？で、多分こっちに、マスターソード型 USB が入ってるんだと思います。それでは早速、開けていきましょうか。ここから開封できるポイント。それでは。開封！ヤッホーイ！あー、なるほど。これ帯になってるんですね、これ。これ帯になってますね。これもグッズ一つなんで、まあこれを大切に取っておいて、ちなみに今回は、いつもやって謎の紙やらないんで、よろしくお願いします。謎の紙が欲しいっていう人もいるかもしれませんが、謎の紙コールは今回やらないんでよろしくお願いします。で、ここには、ホコラとかでよく見る認証マークが書いてありますね。で、こちらには、The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Original Sound Track と書いてありますね。こちらには、Zelda Nets Tears of the Kingdom Original Sound Track と、まあ、こんな感じになってますね。それでは中身を見てみましょうか。これを見る限り3つ入ってますね。2つの箱と1つの冊子って感じかな。じゃあ、早速、開けていきましょう。まずは、こちら。ゼルダネス、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、オリジナルサウンドトラック。これが通常版かな？多分これが通常版だと思います。始まりの空島ですね。中を開けていきましょう。デリン。おー、オリジナルサウンドトラック、ディスク1。そして、ディスク4、ディスク7。あれ？なんか飛んでない？てか3枚しか貼ってない？貼ってなんかなくない？ちょっと待って。あー、はい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 。なるほどなるほどなるほど。ここは2枚組になっていて、ディスク1、ディスク2、ディスク3って感じで入ってて、こっちもディスク4を、あれ、開かない。待ってくれ、開かないんだけど、開いた。ディスク5、ディスク6。そしてディスク7、ディスク8、ディスク9。これディスク1に書いてあるのが、これはウロボロスのマークですね。そしてディスク2が、これは風ですね。そしてディスク3が炎。そしてディスク4が、これは水ですね。確か水だったと思う。そしてこちらディスク5。これはイカズリですね。ディスク6。これは、魂ですね。魂！そして、ディスク7が、あ、これは時ですね。これは、ディスク8は光ですね。そして、ディスク9は闇と。やっぱり闇なんですよ。闇があるからこそ光が輝くと。そういうことを、ここの構成では言いたいわけなんですね。はい。で、では、2つ目に入っていたのが、じゃん、こちら。ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ・ティアーズ・オブ・ザ・キングダム・オリジナル・サウンドトラックって書いてあります。これなんだ？あ、特典のやつが入ってる。これは一旦置いておいて、おお、おお、ディスク1の紹介が書かれてますね。おのおのの場面というか、そういうのが書いてあります。これがディスク2、チューリーですね。主に、風の神殿とか、フリザ・ゲールとか、この辺が書いてありますね。そしてディスク3、これはユンボーですね。ユンボーか。これディスク4、これシュドですね。ディスク5、ルージュ。ディスク6、ラウル。ディスク7、ミネル。ディスク8、ガノンドロフ。ディスク9、ゼルダ。っていう感じになってますね。で、次のページが、お全員勢揃い。で、その後はミュージシャンの紹介と、あ、このところに、見てください。
ボックリンがいる。これのとこにボックリンがいる。ディスク、そしてディスクごとのミュージシャンが書いてありますね。これなんだ ?M1 とかなんだこれ。ちょっと待って。意味わかんない。僕音楽に関してはマジで詳しくないから、用語がわかんない。そして、これがマスターソード USB ですね。箱の中に箱。これもまたマトヨシカケーシーですね。それではこちらもディスク開けていきましょう。スッ。それでは、マスターソード USB。非売品って書いてありますね。Not for sale。任天堂。それでは、いざ。開封。おお、これがマスターソード型 USB です。こう、これがマスターソード型 USB。金属ですね。結構重厚感あるな。ハイラルのマークとマスターソードの。後ろには特に何もなくて、下側には任天堂と書いてあります。それでは、こちら、抜いていきましょう。でーりーりーりー、 USB! 思ってたより USB だったー。これ見えますかね。ちょっとわかりにくいですが、USB の規格は 3.0 ですね。早いのはありがたい。この USB の中、何が入っているかって言いますと、こちら、特典のこれを見るとわかるんですけれども、マスターソード型オリジナル USB、フラッグ 96kHz 24bit。つまり、ハイレゾ音源が入ってるんです。これ人によってはね、違いわからないっていう人もいると思うんですよ。ハイレゾ？それで普通の音源で変わんなくないって。でもね、よく聞いてみるとね、ちゃんと、音響環境を整えると、ちゃんと違うから。ハイレゾと普通の音源って。ちゃんと違うから。これも、サウンドトラックの方、CD の方にも入ってるんですけど、こっちの方は、ハイレゾなんで、しっかりと、ハイレゾになっていると。そしてこちらは、5.1 サラウンドで聴けるやつですね。5.1 サラウンドで聴ける環境はさすがに僕持ってない。さすがに持ってないけど、ちょっとこれ一応聞けるようになってるんで、こちらのデータ、あとウォークマン、以前レビューした NWA300 シリーズに移して、ガンガン聞いてみようと思います。では、カットイン、入ります。はい、というわけで、あれから1日が経ちました。ティアキンの音楽をウォークマンに入れてちょっと聞いてみたんですけど、これなかなかいい感じですね。こちらがハイレゾ音源です。通常の音源と違うんですよね。これがボーナストラックの USB に入ってたやつです。何が違うかっていうと、やっぱりハイレゾということで、音質が違うんですよね。実際に聞いてみたんですけど、適当に取り込んだ音楽と比較すると、やっぱりこちらの方が音質いいです。ただし、ハイレゾを聞くためには、ハイレゾを聞けるヘッドホンが必要になるんで、結構敷居が高いと思います。まあ、ですけど、ハイレゾの音源が聞けるということで、これはなかなかいいんじゃないでしょうか。CD の方も、入れました。こんな感じになってます。はい、というわけで今回は、テアキンのサウンドトラックについて簡単に紹介していきました。紹介といってもレビューみたいな形になったかな。なかなかいいと思います。ただし、2万円の価値があるかと言われると、ちょっと微妙なところはありますね。確かにハイレゾ音源入ってるっていうのは、なかなかいいアドバンテージだと思うんですけど、ちょっと2万円は高すぎはしませんかね、任天堂さん。まあ、というわけで、今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回に。